生ハムいいな、私めっちゃ生ハム好きです。生ハムいいな。生ハム食後、キッドさんありがとう。チェキ、嬉しい。カキカキありがとう。カキカキ楽しみ。セブンの魔法、わかる。あ、待って、ちょっと今ちょっとあのことに気づいた。スマホで調べながらやるんだけど、今配信に使ってるから。 ちょっと待って、何し、え、ちょっと待って、なんかスマホあるかな。妹が持ってっちゃったな。ちょっと 調べれるんじゃん。落ち着くじゃなくて、普通に忘れてました、存在を。高松です。高松です。楽しんでください。勘で、勘一番怖い。勘一番怖いです。オノピータン、ありがとう。リエッチならできる、本当？今日一人なんですよ。だから、いいんですけど。一人だから、何してもいいというか、普通に気楽だわ、一人は。真鍋さん、知りたい、ありがとう。気楽だわ、一人。でも、強力粉 100g っていうのは覚えてて、強力粉は、ちょっとまず、強力粉やってきこようかな。ちょっと待って、わかんないかも。やっぱわかんないわ。わ かんないから、ちょっとだけレシピ見てきていい？ちょっとだけレシピ見てくるね。ちょっとだけ待ってて、とりあえずですね。とりあえずですね。ちょっと待ってくださいね。耐熱容器用意しなきゃ。ちょっと待ってね。不安定すぎて怖いんだけど。いいか。ちょっと待ってください。耐熱容器に。耐熱容器に。ちょっとなんか、嫌かも。耐熱、牛乳とパン。牛乳パンじゃない。牛乳とバターだ。もう一から作ります。ちょっと待って、まずお手手洗い。まず牛乳 70cc なので、牛乳まず 70cc 入れていきます。70cc、 牛乳 70cc 入れます。耐熱容器に 70cc だよね。 70cc 入れて、バターを小さじ2。そうだ、さっき使ったんだ。洗おう。
バターを小さじに入れます。すり切りした方がいい。ちゃんとこれバターむずい。小さじ2ってむずくない？そうでもない。小さじ2入れます。小さじ2小さじ2、バターと牛乳小さじ2入れました。多分合ってる気がする。合ってなかったらやばいけど、なんかちょっとで500ワットで30秒温めるらしいです。キャー、これが本当に500ワットで30秒。ちょっと待ってください。で、温まったので温まったので、この中に砂糖大さじ1と、あ、またやっちゃった。これ何度も洗うのか。何度も洗わなければなんない。砂糖大さじ1入れます。砂糖大さじ1入れます。砂糖大さじ1だよね。砂糖大さじ1と小さじ1ですね。ドライイーストどれだ？これか。砂糖、豆乳で、ドライイースト入れます。ドライイースト小さじ1、えい。あ、危ない。で、フォークで混ぜる。よし、完了。で、終わったらまずね、まあこういうのドライイーストとかバターとか牛乳とかちょっととりあえず片付けてくるね。で、次は強力粉 100g 入れます。強力粉をね、このドライイーストと卵、ドライイーストと砂糖とバターと牛乳入れたとこに強力粉 100g 入れます。多分合ってます。ちょっと怖い。
で合ってたので 100g 入れます。で強力粉 100g 入れます。 100g、 これ強力粉だよね、多分合ってるから入れちゃう。お、99、あ、100、 100g。グラムぴったりぴったりいったので混ぜ混ぜします。小麦粉入ったので、混ぜ混ぜ、なんかで混ぜます。パンの生地、ただのこれはロールパン、ロールパン、ただの丸いパン作る。なんか入れちゃおうかな、なんかめちゃくちゃふわふわ。よし、できた。できました。とりあえずちょっとレシピ見るのでちょっとくるくるなっちゃうかも。200ワットで40秒チンでした。200ワットで40秒チンするそうなので、200ワットで40秒チンしていきます。バイバイ。
200ワットで40秒チンしました。で多分次発酵モードで10分チンって書いてたので、エイスト菌頑張れ。大子さん結婚してどうしようかな。大子さんがもっとリアのこと好きになってくれたら考えるかな。よし、できます。200ワットで40分チンしたら再びこねる。お、いい感じになんか伸びる。いい感じに仕上がるかな。このまま食べちゃいたいぐらい。この上で寝たい。ふわふわすぎて気持ち悪い。調査さんにプレゼント、こんなん食べたいんですか。私のちょっと失敗するかもしれないパンをみんな欲しいですか。一つ80円ぐらいじゃない。いやそんな高くないか、わかんない。いつオープンですか。いつでもオープンです。こんなの欲しいですか。安いですか。よし、オッケー。スペインでオークション形式で発酵モードで10分なんですけど、発酵モードの使い方合ってる。発酵合ってるよね。発酵って40度だよね。わかんないけど。発酵って40度でいいよね。わかんない。まあ出来上がるでしょう。あ、蓋した方がいいのかな、発酵って。発酵って蓋した方がいいの？ふんわりラップ。なんか心配になってくる。心配すぎる。大丈夫かなこれ。ちょっと一回レシピ見ますね。40度って高いかな。高いかな。
前でも40度ぐらいでやった気がするんだよね。で終わったら230度で予熱して10分焼く。でも黒いプレートで焼く、黒いプレートで黒いプレートに引かないでいいのか。で、パンしてノンアルパンでいいかな。チョコ入れちゃおうかな。あんこ入れちゃおうかな。あんこ入れてみます。あんこを、家にあんこがあったのであんこ入れます。あんこ大好きです。作ったパン、リュウトの作ったパン食べてくれるの？え、チョコもいいな。お昼ご飯食べてないからお腹空いちゃった。あんぱんといお腹が空いた、お腹が空いた。お腹が空いて力が出ない。りゅうちゃんの好きなパンはメロンパンか明太フランスパンが好きです。オムライスいいな。オムライスめっちゃ好きです。かわいい、え、嬉しい。アラペカヒポポタマス、自分も食べてない。私も食べたの。お腹空いたよ。うなぎ最高じゃん。塩パンリアパンマン、リアパンマン。リアは何食べようか。でもそこまでなんか食べたいってものがないんだよね。だからあんまり食べようって思わない。食べたいってものがない。やばい、スプーン出しすぎて。食べたいってものがないんだよ。パン作り順調だと思います。発酵がうまくいけば。これサイアンさんからもらったチョコ。でもなんか食べるのもったいないな。でもせっかくだから配信に食べちゃうかな。サイアンさんからもらった、あ、ポロチョコ大丈夫かな。これ結構ずいぶん前のなんですけど大丈夫かな。サイアンさんからもらったアポロチョコをパンの中に入れちゃうとか。結構何ヶ月か前にもらったやつです。本当に大丈夫かな。冷蔵庫に入れてたんですよ。だから大丈夫かな。ちょっと入れてみます。
ゆくさんありがとう。あと2分48秒イエーイ。ちょっと開けてみようかな、フォロー開けてみますね。あ、匂いは大丈夫そうです、うん、うわ、え、でも美味しそう。アポロチョコ1個食べてみようかな。うん、おいしい。サイヤさんの愛情持ってるか分かんないんですけど、その倍美味しいです。サイヤさんからもらったので2倍美味しい。うん、うん、美味しい。匂い、サイヤさんの匂いやばい。匂いはない、チョコの匂いだよ。あ、あと1分30秒だ。できる。あと1分だ。お昼ご飯どうしよう。ヨーグルト食べたいな。ヨーグルトにしよう。あ、そうなんだ。ひな先輩、すごい。でもあと27秒だ。イエーイ、あとちょっとで発酵終わる。フェイントしちゃうかな。20秒残してフェイント。あと13秒だ。でも10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、できたー。いやー、そんな膨らんでないけど、そんな膨らんでないのだけど大丈夫だよね。できましたー。なんかできましたー。でこれを4等分ぐらいにして生地を丸めます。でその前にこうして下段に、下段だよね、こうだよね、下段にでこうして、230度だよね。ちょっと一回見るね、レシピ。え、合ってるよね。これしかないもんね。発酵じゃないし。多分できた。初めて一人でできた気がする。
かわいい。これがこの子たちがどんどん大きくなって帰ってくる。でこの中にパンの中にこのパンの中にあんこ入れてみようかなって思います。バターも入れたら美味しいけどあんこだけにしとこう。あんこパン、ツーワンパン絶対美味しいよ。うわ、入れすぎちゃった。ちょっと事件かも。でもここから巻き返せる。入れすぎて大変なことになった。ちょっと追加生地。たかな。この中にあんこ入れました。で次はもうノーマルにしちゃおう。ノーマルパン。マルパンこねこね。いびつの形のパンたちができました。もう全部形が違ってちょっとやばい、面白いかも。でこのあとアンパンマンのこれで出して今予熱してるんですけど230度に熱いのでこれでブッて出して入れますパンを。でもこれ一人でいけるかな。片手だよ、わかんない。いやまあいけるよね、やればできる。できなかったらどうしよう。気をつけます。なんか変な音がして怖い。チョコ、
甘い。うん、ファンスタン嬉しい。チョコ美味しい、甘い。スマホ？スマホどっか行ったの？面白い。嬉しい、ハンスタン。もう愛情込めてカキカキします。あ、200度、あと30度だ。危ない、本当に。昼ご飯決まりました。今日の昼ご飯はじゃん、これ無印に売ってあるかしわおにぎり食べようかな。かしわおにぎり知ってますか？無印に売ってあったんですけど、美味しい。これおすすめです。めちゃくちゃ美味しい。小分けになって、ほら小分けになって、本当に1分ぐらいでできるので最高です。これ美味しいよ。かしわ飯のかしわおにぎり、かしわ飯のコアおにぎりですね。美味しい。今日はこれをいただきます。お米食べたいんだけど、これ食べていいのかな。なんか夜お米使うから食べていいのかわかんない。え、待って、どうしよう。お米の方がやっぱ食べたくなってきた。お米食べていいんかな。これなんか夜ガーリックライスするって言ったから、使ってお米を食べていいのかわかんない。お米炊かないとないって言ってた。パン、これ絶対一人できるの。これやけどしそう。絶対できる気がしない。できるかな。こうやってのせるんだけど、あとちょっとだ。あと20度。え、ちょっとやっぱりお米が食べたいかもせっかく紹介したのに。ちょっとやっぱ白ご飯の気分です。やっぱりで、今日のお昼ご飯はじゃん、これ、お母さんが作ったかぼちゃコロッケの冷凍してたやつ、冷凍チンするかぼちゃコロッケ。塩が退場、退場しました退場です。君は退場。かぼちゃコロッケ大好きなの。コロッケ大好き。コロッケが大好きなんですよ、私。で、今日のお昼はかぼちゃコロッケと一緒にご飯食べます。冷凍してあるやつ、あ、じゃん、冷凍してるやつ。お、食べます。リーチ一番好きなコロ、リーチね、コロッケ大好きなんですよ。本当にコロッケが大好き大好き大好き。
お、220度だ。まずこれ出して、片手でいけるかな、これ。あ、いけるかな。リアコ、リアコじゃないよ、リア充だよ。カニクリームコロッケ、あ、カニクリームコロッケ今なんかゴーゴーカレーでやってるよね。前ユーナンタンが食べてたよ。私はチキンカツカレーにしたけど、ユーナンタンはあのカニクリームコロッケ食べてた。めっちゃ美味しかった。本当にゴーゴーカレーさんのチキンカツカレーかな、多分チキンカツカレーがすごく美味しくてびっくりびっくり、美味しすぎた。あ、230度いいのかなこれ。お、油熱終了、イエーイ。あちあちだ絶対。大丈夫かな、やけど、やけどしそう、怖。今から入れます、バイバイ。よし、いってらっちゃい、えい、できました。10分待つだけ、ちょっと待ってね。やばい、反射してる、危な。やっぱ 見しようと思ったけど反射しててやばかった。楽しみ、あと10分待ちます。じゃあ、あと10分何してもご飯食べようかな。あ、でも食べようと思ったけどかぼちゃコロッケがチンできないのだった。今焼いてるから。フリートークですね。唯一の滑らない話、これ食べます。ゼリー大好き、ゼリーが好きなの。ゼリー食べます。ゼリー食べます。こんにゃくばっけの林ライス、え、嬉しい、星正さんありがとう。ポチりました。え、ネリバーさんありがとう、楽しみに待ってます。そう、凍らしてます、今凍らした状態。ゼリーは太らないよね、硬い。ゼリーは太らないと聞いたことがあります。こんにゃくゼリー、いただきます。リアチの時は、うん、うん、うん、細かい。うん、うん、冷たい。リュウチの時期はもう可愛くします。パールのシール貼ったり、もう愛のメッセージたくさん書きます。え、ゼリーそんなカロリーあるの、意外です。
カロリーって書いてるよ。よかった。チェキ、嬉しい。裏にも書いていいのかな、チェキ。アイアメッセージよろしく。圧のメッセージも書いちゃうかも、わかんないけど。あと6分、結構ふわふわふわ。お、すごい、すっごい膨らんでる。なんかあんこ入れたパンがなんかすごいなんか嫌な感じになってるんだけど、嫌な嫌な形。あと充電が 20% しかないことに気づきました。嫌な形、なんか嫌な色です。なんかあんこが出てきて嫌な形になってる。ちょっとお皿洗いでもしますね。自分の使ったやつちょっと時間です。DD に厳しいってこと？厳しいよ。みんなもうすぐどっか行っちゃうんだから。これ今日の。マイケル先輩と交換したいですね。交換したいな。だけど自分から言うのはちょっと恥ずかしすぎて、ちょっと緊張すぎて言えないかも。あ、あと3分、51秒。すごいすごい、めちゃくちゃ膨らんでる。すごい、めちゃくちゃ膨らんでる。でもこの丸い形がブワーって膨らるかと思ったら、なんか丸ボコみたいな感じになってる。僕はどこにも行ってるでしょ、行ってるでしょ。小学できてよかったです。嬉しいです。そう、浮気に行っちゃう人がいるの、としきさん。マイキューさんに電車ボト。マイキューさんに。おえん。開くのが楽しみ。チッキ裏に書くね。楽しみにしててね。クズタイムしよう。3、2、1。終わり。2分27秒。とすごい美味しそうです。優勝、エリシンとしきさん、エリシンありがとう。だいぶ暗そう。なんかパチパチ言ってる。多分あんこが落ちて。やすさん、たくまさん、ハート、ありがとう。嬉しい、ありがとう。かさかさん、ありがとう。皆さんありがとうございます。ハート、リーチ覚えてね。覚えます。明日で、明日ってことは今日が11日だから、明日だから 6月12日。スクショツイート、さちかさんありがとう。あと1分23秒。
ばい、あとちょっとだ。お嫁さんになれる、本当お嫁らしいから気をつけてね。恋人の日。可愛い、ありがとう。27秒あとちょっと、嬉しい、あとちょっとだ、嬉しい、あとちょっと嬉しい、あとちょっと。17、16、15、わーい、できた、できた、できたぞ、やったやった、わーい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 、できた、できた、すごい、ちょい焦げちょい焦げなんです、ちょい焦げ、え、こっちで、あ、お、でもいい感じに美味しそうだけど、よし、冷ましていこう。できました、こんな感じです、こんな感じ。え、ちょっとこれがあんこの入った、ちょっと結構やばい、やばそうなやつ、これがあんこの入ったやばそうなやつ、これ抜くとでもいい感じ、でもちょっといびつな形かも、いい感じ、パンが完成しました、やったー、え、めちゃくちゃ美味しそう、ちょっと食べていい？一個、熱い、焼きたては何でも美味しいよ、ちょっといただきます。お、すごい、めちゃ湯気が美味しそう、めちゃくちゃすぐできました、このパン30分、うん、30分以上かかったか、え、美味しそう、いただきます。これは美味しい、生地がめちゃくちゃホクホクでふわふわ、うん、うん、これはいい感じ、うん、うん、焼きたてだからかな、なんかすごい、なんかいつもよりなんかふわふわなんだけど、あんパン食べてみる？ちょっと半分食べてみよう。熱い、熱い、やばい、焼けたさ、やばい、熱い、出て、危ない、中のあんこが熱すぎてやけどするとこだった、中にあんこを入れました、ちょっと食べてみます、見た目はあれなんですけどね、見た目はあれです、たこ焼きの時間いいね、
ン作りにハマっちゃうかも。ハマってるけど、結構前からなんかハマってる。以上、今日はこれだけにしよう。リエチのパングッズか？一口あげるよ。ほら、美味しそう。パンどうぞ。皆さんにあげます。なんかかわいい、かわいい色。いい感じきました。片付けしなきゃ。よかった、うまくいったかな。え、急便になっちゃって、体調が悪いのかな。今日誕生日おめでとう。悲劇のヒーローさん、おめでとうすぎる。素敵な一年にしてね。じゃあちょっとそろそろね、パンも作り終えたということで配信終わります。ありがとうね、配信見てくれてありがとうございます。誕生日かな。13位、のりさん、あと九枚パスタさん、パチパチ。12位、周平さん。11位、はるさん。10位、さちかさん。9位、だいがさん。8位、だいこさん。7位、せとしさん。6位、とちぎのすーさん。5位、とちぎのすーさん。4位、だいがさん。3位、せたうちプリンちゃん。2位、あいしさん。1位、いこたん。ありがとう、ありがとうございます。皆さんありがとう、見てくれて。誕生日変わっちゃったね。ありがとう、ありがとう。チェキまだ発売してるので、明日までぜひチェキゲットしてください。お願いします。ぜひよかったらチェキ、まだまだ販売中です。明日まで販売しているので、チェキゲットしてください。バイバーイ。